多項式保管、多項式保管、多項式保管は数値解析において与えられたデータ群を多項式で打ち出し保管することである。言い換えれば標本調査などで得たデータ群についてそれらを正確に通る多項式を見つけることである。多項式をより複雑な曲線の近似として使う場合もありタイポグラフィにおける文字の形状をいくつかの点で表す。 などの例がある。関連する用途としては、自然体数や三角関数の値を求める際に、数表に掲載されている点から、多項式補完で必要な値を求める場合がある。これは特定の値を直接求めようとするよりもかなり高速に計算できる。多項式補完はまた、数値積分や常微分方程式の数値解を求める、アルゴリズムの基盤にもなっている。 多項式補完は、唐津波ポーヤといった乗算アルゴリズムの基盤であり、積を定義する多項式上の転換の補完が、積自体を生成する。例えば、a イコール f イコール ax ax と b イコール g イコール bx bx があるとき、積アブは w イコール f g と等しい。f と g が小さいときの x における W 上の点を求めることで、その曲線上の点が得られる。それらの点に基づく補完によって、W の項とさらには、キアブが得られる。唐津波項の場合、温等なサイズの入力であっても単純な乗算より、高速である。特にハードウェアの並列性を利用するとその特性が、発揮される。N プラス1個のデータ点があり、X には同じ値のものがないとする。ここで、 という属性を持つ最大 N 次の多項式を求める。ニサルバンス定理によれば、このような多項式 P は必ず存在し、1位に定まる。より正確に言えば、その定理は N プラス1個の保管濃度について、多項式保管は次の線形全単者を定義する。ここで、フォーミュラ3は、次数が N 以下の多項式のベクトル空間である。 補完多項式が次のような形式であるとする。P がデータ点群を補完するとは、次を意味する。ここで式に置換すると、係数フォーミュラ6の線形方程式形が得られる。これを行列とベクトルで表すと次のようになる。補完多項式フォーミュラ8を構築するには、この方程式形をフォーミュラ6について解かなければならない。左辺の行列をファンデルモンド行列と呼ぶ。 その行列式は、ゼロではなく、唯一の補完多項式が存在する。ファンデルモンド行列の条件数は大きいため、係数フォーミュラ10を求めるのに、ガウスの消去法を使うと、大きな誤差を生じる。そのため、フォーミュラ11を要するガウスの消去法の代わりに、ファンデルモンド行列の特性を利用したフォーミュラ12の数値的に安定な解法がいくつも提案されている。 これらの手法はまず多項式のニュートン補完を構築し、それを情景のような単項形式に変換する。ここで構築しようとしているのは、N 次の多項式空間である、ベクトル空間フォーミュラ3にある唯一の保管多項式である。フォーミュラ3のを用いると、ファンデルモンド行列を解いて、保管多項式の係り群フォーミュラ6を構築しなければならない。これは、 コンピュータのクロック数で数えると非常にコストがかかる操作である。フォーミュラ3の別の規定を選択すると、係数の計算を単純化できるが、補完多項式を単項式規定で表現するために、追加の計算が必要になる。一つの手法として、補完多項式をニュートン補完形式で書き、差分証の手法で係数を構築する、これをという。そのコストは、 オホームやら17で、一方、ガウスの消去法のコストは、オホームやら18である。さらに、点が追加されたときそれまでの計算結果に若干、加える形で良いという利点がある。他の手法では、全部の計算をやり直す必要がある。別の手法として、ラグランジュ補完形式の補完多項式を使う方法がある。得られる。 方程式から上の定義に指定されている条件に当てはまる補完多項式を即座に示すことができる。ベルンシュテーン多項式はセルゲイ・ベルンシュテインが YL ・シュトラスの近似定理の構築的証明に使ったが現在ではコンピュータグラフィックスでよく使われるベジェ曲線の元になっている。関数 f を X、X という濃度を結ぶ N 字多項式で 保管したとき、その誤差は以下のようになる。ここでは、差分章を表す。F がノード X と X を含む微小な区間 I において、N プラス1回連続微分可能ならば、I 乗のあるフォーミュラ21について、誤差をラグランジュ形式で次のように書くことが出る。したがって、テーラーの定義のラグランジュ形式の乗与項は、すべての保管ノード X が同一であるような、 特殊ケースの保管誤差である。フォーミュラ23のように、等間隔な保管濃度の場合、保管誤差は、オホームやら24になる。しかし、このことからフォーミュラ25となった時に、何が起きるかはわからない。それについては、口述の中束属性の不死で扱う。以上から、積を可能な限り小さくするような保管点、X の選択があり得ることがわかる。 これを達成しているのがである。保管点 X。X を設定し、すべての保管ードが、区間 A、B にあるとする。保管とはすなわち、関数 F から多項式 B への写像をする過程である。これにより、A、B 上のすべての連続関数の空間 C からそれ自身への写像点を定義する。写像点は線形であり。 エノジ以下の多項式の部分空間帯上の遮影である。ルベーグ定数 L は点の作用素のルムとして定義される。それは次のようになるの特殊ケース。言い換えれば、補完多項式は最良の近似に比べて最大で係数の分だけ悪い。したがって補完濃度集合は L が小さいほど良いことを示唆している。特にチェビシェフ濃度は次のようになる。つまり、 チェビシェフ濃度は多項式保管には最適の選択であり、同程度の良さを等間隔濃度で実現しようとすると、N を指数関数的に成長させる必要がある。しかし、それら濃度は最適ではない。保管多項式の次数、N を無限大に前進させたとき、その一連の保管多項式が保管対象の関数に収束するような関数の種類や保管濃度のシーケンスは、 どのようなものだろうか収束は他にも様々なノルムについて考えられる。等間隔濃度では状況は悪く無限に微分可能な関数では一応収束も保証されない。カールルンゲの古典的例として区間5、5の関数 F イコール1がある。この場合保管後差 FP は N に従って大きくなる。もう一つの例として 区間1、1の関数 F イコール X がある。この場合の保管多項式は X イコール1、0、1の3点以外では各点収束しない。保管濃度の選択によって収束属性が良くなるだろうか次の定理がある程度等になるだろう。証明は次の通り。最良の近似の一連の多項式フォーミュラ29が F に一様に収束することは明らかである YL シュトラスの近似定理より。したがって、ここでは、個々のフォーミュラ29を、ある濃度群の補完によって得られることを示せばよい。しかし、チビシェフの交代定理として知られる、最良近似の多項式では、それが真である。特に補完多項式は、F と少なくとも N プラス1回交差する。交差点が補完濃度となる。 要選択すると、最良の禁じた公式と同一の保管多項式が得られる。しかしこの方法の欠陥は、関数 F ごとに改めて保管濃度を計算しなければならず。しかもそのアルゴリズムは数値的に実装するのが難しい点である。どんな連続関数 F についても一連の保管多項式が収束するような濃度の組み合わせがあるだろうか。 答えは残念ながら次の定理で示される、通り否定的である。その証明は、ルベーグ定数の加減推定を使うもので、それは、上で定義したように点、すなわち、パイ上の遮影作用素の作用素ノルムである。ここで、次のような性質の濃度の組み合わせを探す。によると、点のノルムが一応誘拐である時だけ、このような濃度群が存在するが、 フォーミュララ33であることから、そのような濃度群は存在しない。例えば、等間隔点を保ノ濃度として選択したとき、ルンゲ現象による発散が見られる。なお、その関数は単に連続であるだけでなく、区間1、1において無限に微分可能である。チェビシェフ濃度より良い例は、次の定理により、見つけるのがさらに難しい。ルンゲ現象とは、 n が大きくなると保管多項式がデータ転換でより大きく振動するようになる現象である。この問題は一般にスプライン保管によって解決する。その時の保管曲線は多項式ではなくスプライン曲線であり、ページのいくつかの多項式の連鎖になっている。調和関数で周期関数を補完する場合、一般にフーリーエ級数を用い、 例えば、サンフーリーへ変換などで行っている。これは、調和規定関数による多項式補完と見ることもできる。問題は、多項式、P の値が与えられるだけでなく、いくつかの同関数値も与えられる場合である。は、それを、さらに一般化し、P の値そのものを与えられず、微分値だけを与えられる場合も含む。微分方程式や積分方程式を解くは、 多項式保管に基づいているの技法は多項式関数の比を考慮した一般化である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。